カモフラージュメイクは、のいずれかを指す。本校では、顔の技や手術根など傷を自然に隠すメイク方法について記す。あざや傷のある、問題箇所を化粧で覆い隠すだけではなく、心理的に、問題箇所には注目しなくて、済むように化粧を手術する。欧米では、コスメティックカモフラージュ、カモフラージュメイクアップ、または、カモフラージュセラピーと呼ばれる。 英国赤十字では、スキンカモフラージュと呼ばれ、消えない傷跡、入れ墨、酒、あざ、皮膚変退色、その他皮膚疾患の患者に対するソーシャルケアの一環として、年5日間の研修を受けたボランティアによる化粧の指導が行われている。日本では、セラピーメイク、メイクセラピー、リハビリメイク、メディカルメイク、カバーメイク、化粧療法など様々な呼び方があり、 使用製品や技法もそれぞれで異なり、特に統一化はされていない。また、化粧での皮膚だけを行う団体もあれば、心のケアまでを行うところもあり、専門従事者が行うところだけではなく、専門職でないボランティアが行っている場合もあるため、手術結果や評判はまちまちである。そのため、一箇所の手術で満足が得られない場合は、 他を当たることで違う情報や成果を得ることができる。ただし、核団体間での連携は取れていないため、手術希望者が各自で探し当てる必要がある。歴史は1928年米国のリディア・オリリーによって皮膚変色をカバーして見えなくする化粧品が開発されたことから始まる。日本では1955年、広島のいわゆる原爆乙女たちが ニューヨーク市のマウント災害病院においてケロイドコン治療を受けたが、その際に5番外のカバーマーク相談室を紹介された。ここでカモフラージュメイクの手術を受け、オリリー夫人からプレゼントされたカバーマーク化粧品を持って帰国した。一方、社会事業家、沢田美紀がニューヨークに滞在中に顔にあざのある女性、リディア・オリリーが開発した化粧品、 カバーマークを知り、自身が関わる皮膚の黒い子供たちのために必要と、ピアス化粧品の坂本社長に紹介し、日本への輸入を依頼した。1960年日本医学皮膚科学会で、米国カバーマーク社のアーティスト、クラフト夫人がデモンストレーションを行い広く知られるようになった。この年ピアス化粧品の出資でジャパンオリリーが設立されて、 日本でのカバーマーク化粧品を安定供給が可能となった。化粧指導員の多くが顔に痣ざなどの疾患のある女性だった。各地でカバーマークの使い方をデモンストレーションして普及させていった。しかし悩みを持つ当事者も普通の化粧品を求めるようになってきた。なかなか隠せない場所にはカモフラージュメイク専用化粧品を使用するにとどめる傾向がある。また、いくら カバー力のある化粧品であっても、その化粧品を使いこなす技術がないという当事者は多い。今後はカモフラージュメイクの方法をもっと公開して、卓越したカモフラージュメイク技術者を養成する必要があり、指術者の養成講座が各地で開催されつつある。ただし、その講座内容に関してはまちまちで、ファンデーションなど化粧品での被覆だけを行うところもあれば、 メンタルケアや美術、皮膚科学など多岐にわたって学ばせるところもある。しかし、受講したからといって現場に対応できる人材が即座に育成できるわけではなく、非常に多くの症例への手術経験がなければ、当事者の悩みに本当に応えられる手術者とはなり得ないため、当事者のニーズに応えられる技術者はごく少数だと考えられる。また、 普通の肌のためのメイク教育を受けたプロであっても、皮膚病などの状態にある人へのメイク技法は別の技術や製品が加わるため、学習と現場研修が極めて重要である。そのため、一般化粧品店で行われるカバーメイクだけを体験して、挫折感のまま過ごす当事者も多い。諦めずに、いろいろな団体や支持者を当たるのが好ましい。1990年代になって、 この化粧法がアンチエイジング化粧に応用されていった。よってアンチエイジングの手法でメイクを使用する人がいるが、工夫をしないと病変をメイクで隠すことは不可能だ。また、当事者の中にはカモフラージュメイクによって完全にあざが隠れるという期待を抱く人がいる。しかし、顔面の病状が深刻な場合、そのような夢のような化粧品、化粧方法、 カモフラージュメイク技術者は存在しないと言ってよい。このような説明をしない、メイク技術者が多いために、当事者の中には、理想のメイクを求めて、メイク技術者のサービスを渡り歩く人もいる。メディアによって過大な報道がされている嫌いもあり、期待度だけが高まっている現状も否めない。なお、悩みの部分を被服したり、他の部分の化粧効果を応用して目立たなく、感じさせたりする。 作業は、決して当事者に、それを強要するためではない。このことは、史実者や取り組む団体は常に心に留めておく、必要があり、当事者も依存しすぎないよう心がけるのが理想だと思われる。英国赤十字のウェブサイト、スキンカモフラージュを参照。ありがとうございます。